で、完了って置いた瞬間に1秒だ、残り1秒だった。おはようございます。おはようございます。石の巻駅です。石の巻駅、石の森駅にしか見えないけど石の巻駅です。おはようございます。ここは、宮城県石巻市。カメラボケてる。あ、サスケさんお久しぶりです。あ、そう、お鍋屋さんはですね、かなり大変な状況だったらしいですよ。あの、取材した記事とかウェブに載ってました。フォーカスは合ってるんで、これもしかしたらレンズぼやけてるかな。天気がいいと、あの、中がちょっと曇ってるのが目立つのかもしれないですね。すいません、ちょっとこの画質のままです。今日はウェブカメラこれしかなくて。そう、石森駅、あれはわざとです。おはようございます。あとですね、お元気です。なんで言いよどむんだ今私は。なんか白っぽいですね。うん、マイクが、あ、なってるかもしれない。ちょっと待ってください。ちょっと一旦切りますね。おはようございます。おはようございます。本当だ。よし、バタバタ考え始めた。よし、ああ、ちょっと音声でかいか。あちょっと振り切ってるように見えるな。どうですかね、音量大丈夫ですかね。よいしょ、大丈夫ですか。よし、短パン、今日は暑いぐらいですね。やたら天気がいい。で、ですね、軽く説明しておきますけど、これ、あの、野菜ニンニクさんという方から入手した、今まで使ってたマシンと全くドイツスペックの、ドイツ 色も全部一緒のマシンに SSD だけ、あの、一瞬、あの、5分ぐらいで乗せ替えられるんで、乗せ替えたらあっさり動きました。おかげでファンも中で、あの、内部で接触しなくなったし、あの、あとは液晶のこの液晶の横からの液漏れもなくなったし、すっきり綺麗でございます。そう、これでまた延命した。さて、じゃあ今日はあんま時間ないんですよね。どのルート通っても80キロぐらいあるし、ほぼ壊れてます。いつ、あの、動かなくてもおかしくないぐらいでした。ですな。確かにピントは合っているが、うん、映像汚れてるんですね。うん、今日はあの前泊まったとこと一緒の大鍋屋さんです。カタノさん、ほら、どう見ても石の森駅ですよね。石の巻駅じゃなくて。うん、あ、写真、あ、シェパードだ。あ、もらったんじゃなくて、後で、あの、私がいいねでお金を払うつもりですけどね。おはようございます。ロボコン、長君はどこに置きたい。トムと長君、あ、もう止まった。これで、あの、放送しながら走ります。ロボコン来た。お待ちの人が。で、こう、ステンドグラスじゃないんですけど、なんか印刷してあるんですよね。ロボコンっぽい。カモンシェパーだ。こんにちは。どっかで補給食買っとかなきゃな。サスケン、カール、カール。今の人はですね、あの、警備の人なのか、観光案内の人なのか、地元のなんか趣味の人なのか、よくわかんないです。そう、来た来たって言ってるのは、あれ、なんか、待ってるお客さんがいるらしいんですけどね。さっき話しかけられました、あの人から。紅葉まだじゃないかな。うん。だらけだと。駅構内もすごいですよ。あの、城とかの像もあるし。ここは、どうだったかな。石巻の被害どんなんだったかな。さて、じゃあどうしようかな。高台に登ってるしかもないかな。とりあえず予定ルート通りに進むか。海沿い、今回被害が大きいところを狙ってっていうよりは、前通ったところと同じところを通るつもりだったんですよ。まあでも、ここからいきなり海沿いに行くとかなり距離とアップダウンが伸びるので、まずはあの、予定ルート通り行きます。あ、あと待ち、しまった。これは、あ、当たったら
あの辺りめちゃくちゃ綺麗ですよね。私か、あ、片足上げて私はか、過去見た、過去に見た、紅葉の中で、あの、あだたらじゃなくて、あそこどこだっけな、白布峠って、白布峠っていうところで見たのが一番綺麗でした。で、ライカさんいらっしゃいませ。あ、そう、赤バツ。まだこの辺り通ってない路、普及してない路線が多いんですよね。長袖、短パンにタイツ履いてます。黒タイツ、黒タイツとは言わないのかな、こういうのは。あの島も行くのかな。あの島は今回はちょっと本当に今日はですね、あの、気仙沼まで移動するだけなので、しかも途中、あの、線路がまだ復旧してないから、あの、途中で輪行してスキップっていうのはできないんですよね。海沿いはどうしようかな、全く同じルートにするか、海沿いを少し入れるかぐらいです。まだしばらくは海沿いには行かないです。被害はですね、石巻はかなりあったはずなんですけどね、駅の近くはそういうの見当たらないな。猫の島はちょっと今回行ってる時間がないです。前はこっちまで、松島からこっちまで来て、ピチピチの服着てるのですか。うん、ピチピチの、その方が疲れないらしいです。私は、あの、冷パンはあの、ゴム紐が肌に当たるところは痛くて仕方がなくて、性欲的にって聞こえた。県境、あ、ペペペさん、ありがとうございます。うん、最終、今日目的地は気仙沼です。で、明日気仙沼から一関まで列車移動のつもりです。 4,50 キロなんで、朝早く出れば行けるんですけど、一関まで電車の代わり、あ、多分そうですよね、詳しくは知らないんですけど。おはようございます。あ、気仙沼、気仙沼本当ひどい被害だったらしいですね。あ、空気抵抗、結婚する気、あんた何言ってんすか、なんでそんな生々しい話をするんですか、この放送で、やめてくださいよ。あ、今日さすがに長袖で、さっきこういうやつに乗ってきました。あれですね、脇の方が全部、あの、片足上げて乗らなきゃいけない座席になってるんですよね。自転車を、そうです、あの、袋詰めして、じゃあまずは素直に行くかな。そう、被害があったところを査察するようなイメージ、ようなつもりでの旅行ではないので、今日は安全ですね。もうすっかり復興してる感じで安心しました。どうだろう、この辺りとかどうなんですかね、被害の跡っていうわけではないのかな。この道路は、あ、川一つ、うん、ドス派、電車新しいんですかね、あれ、列車、汽車ですね。今日の見どころは、今日よく、前回来た時でよく覚えてるのは、あの、私がガリガリ橋に入信した商店が途中にある。で、そこはルート変えたら通らないんですけどね。海沿い選んだら通らないんですけど。久しですかね。うん。いろんな情報を見てると、まだまだ復興しないとこ多いですよね。あ、内陸の、うん、そうそう、あの、私の今日のルートを昨日ツイッターで書いたら、会社の知り合いの人から、そのルートだと被害のひどかったところはわからないとか、なんかえらい細かく書かれてネタバレだと思ったんですけどね。まあ、ただ目的がそういうところを見せるっていうのがメインじゃなくて、ただ単に自分が前通ったところとの比較をしようと思ってるだけなんで、うん、そう、ネタバレ、震度、そうですよね。だから、あの、後回しになってるところかなり多いと思うんですよ。まあ、そういうのは、そう、震災前、震災の前年の夏休みで走ったんですよ、この辺り。初めて道の駅に泊まったのって、確かここの石巻の道の駅じゃなかったかな。私はそれまで、その、キャンプ場とかでしかテント張ったことなかったんで、どの気持ち。
前ここ自体は通ってないかな。そうそう、花火見ました。そうそう、 Z さんは、 Z さん今日どこだっけ。あれ気にし、今日はあの宿泊まります。前泊まった宿なんですけど、あの津波のせいでですね、そこの宿は1階部分が全部、なんか家は壊れなかったんだけど、1階がもう全部流されたような感じだったらしくて、しかもあの取材レポート、あのなんだっけ、なんかのメルマガに取材レポートが載ってて、その大鍋屋本館さんの、すみません、ちょっとあのコメント今聞かずに喋るだけ喋りますけど、で、地震が来た時の様子が取材してものすごくあの克明にあの書かれてました。息子さんが船を守りに港に走っていって、で沖に出ようと思ったけど、とてもそんな状況じゃなくて、船は沈没して息子さんは足を怪我したんだけど助かってとか、あ、そうそう、おばあさんとお母さんがいて、一応宿の方は直接は亡くなってないのかな。でも津波が来た時にその1階が流されてる間、おかみさんは2階でその流されてるの上からあの見てる状態で、で引き潮で全部さらわれていった直後にあの高台に逃げたんだそうです。なのであの本当に命からがらって感じだったみたいですね。で昨日あの予約の電話したんですよ。そしたらやっぱりあのホームページの内容って昔のままだったんで、あの自転車サイクリスト向けのプランってまだあるんでしょうかって言ったら、今ちょっとそういうのできてなくて、夕食提供もできないので、一泊朝食付きのみっていうふうに言われたんですよ。あ、GoPro落下。そう、一部始終、なんか隣のなんだっけ、近くでその逃げろってずっと言い続けてた人が、結局その津波が来た時にはなぜかまだ残ってて、隣の壁よじ登ってるのが見えたりとか。あ、そうだ、 GoPro 電源忘れてた。あ、そうだ、あと自動無料延長してないや。ありがとうございます。大きなおにぎり、あ、そうそう、おにぎりもらったとこですね。大鍋はあの一応サイクリストプランにおにぎりがつくって書いてあったんですよ。うん、16.9、それはカメラがそもそもそうなってない。先行ってもらったの。あ、丸亀製麺だ。全国にありますよね、今丸亀製麺。あ、ここまでまた 1枚も写真撮ってない。最近写真が本当になんか撮らなくなったな。お、で、あ、おはようございます。うん、冒頭のまじないもやってきました。さっき何をする人。19、さあどうなんでしょうね。丸亀って丸亀市ですよね。あの香川県の丸亀製麺は私の家の近くの、なんだっけ、ララポート横浜には入ってる。2年前夏だから、あ、2年前来た時はあれだ、30代だった。確かにあと数ヶ月で40代っていう時でしたね。うん、写真に確かにバージョン9、あ、9ってあれか、アルファベットの9か。あれ何が変わったんですかね。ゼロとの違いはよくわからないです。あれ1通か。あ、いかんなさから車止めてばっかりだ。JCさんいらっしゃいませ。これは軽車両は向こう通れるっていうか、歩道のとこ通りゃいいかな。なんか変わった一通ですね。あ、そうか、毛が生えてて書いてあった。うん、そば、うん、私そばの味自体がわからない。前この辺お祭りやってた時だったんですよね。ありがとうございます。石巻のあれ何祭りだったっけ。水あれ何祭りだっけ。
川なんとか祭りだっけ、水なんとか祭りだっけ、川、川、なんだっけ。あ、仙台からいらっしゃいませ。今日仙台スタートも考えたんですけどね、気仙沼まで全然届かないんで。実丸亀製麺は丸亀にある製麺所とは何の関係もないと。関係もない、マジっすか。なんかそれ騙されてる感じですね。なんか長抜き食堂みたいな騙され方だな。長抜き食堂ヤビツ峠のとかの話ですけど、岩手、今日は岩手まで到達しないです。で明日気仙沼から、そう、仙台気仙沼は私前2日かけて行ったんで、200キロありましたっけ。あ、そうか、気仙沼だったらそうだよな、3日かけて行ったんだよな、確か3日か。こんにちは。成長で気仙沼の、ああ、マグロの、今日夕食がですね、宿の夕食が提供がないのでどうしようかと思ってるんですよね。あそこの店まだあるかな。思いっきりあの被害があったとこなんで、気仙沼は。だからあのマグロの店はあるかな。復興食堂ってのあるんですか。なんか福岡高校食堂みたいだな。サンマですか。今日出て、今日はですね、朝1分、お、死んだ、放送つなが、あ、切れた、突然切れたな。ちょっと旧北上川の橋のたもとで、よっと、これ車入れないよな。あ、来た。多分 FM リオ復活してないはず。あ、じっとりさんいらっしゃいませ。あれまだ生きてるかな。どうだろう。ダメか。じゃあちょっとこれを FM リオに止めて。でパソコン変わったので爪が止まらないといいですね。パソコンいつこれでどうだ。うん、あ、来ましたかね。よし、ちょっと下向いてるかな。なんかこれ旧北上川です。どっからが旧じゃない北上川だっけ。何橋かな、ここは。ここはですね、あ、じっとりしないでしょ。先さっきあの答えてはいたけど、あのデータがいってなかったから。今日の宿はあの普通の民宿というか旅館なんですけど、2年前にも泊まったところでかなり被害が大きかったところです。大学ですか。ああ、そうそう、前あの花見大会でそこの橋のところに人がいっぱいいたんだ。今日は宮城県です。もういいや、こちら行こう。でこの辺であの航空ショーが一緒にあるっていう話、情報を聞いてて待ってたら、今日は飛行機は来ませんっていうアナウンスが流れたんですよ。あれなんで来なかったんだっけ。ブルーインパルスがなんかその日は欠席だったんですよ。で、そうそう、あとあの花火で一番最後のナイアガラみたいなやつやった時に煙がすごくて、煙がもろにあの見てる私の方にやってきて、周りが戦場みたいになったんですよね。なんか弾持ってこいみたいな状況になって、花火は見えなかったけど面白かった。そう、天気がでしたっけ。あ、動画あります。あれは何で検索すればいいんだろう。軽い気持ち、あ、すみません、本当に今回軽い気持ちで旅行にしか来てないんで、現地の様子を皆さんにお伝えするみたいなつもりはあまりなかったんですよ。そもそも今日の目的は明日の、そう、明日岩手県一関市で行われ、まあ、今日も行われてるんですけど、中東北ご当地お餅サミット2012っていうイベントに行くためです。
行くためのアプローチです。今日はこれって山形県上山市 のツールドラフランスに出るために前日に近くの峠通ってアプローチするっていうのと同じで、どっちがメインだかよく分かんない旅行の仕方です。なんかのそうそう金落とそうと思ってます。今日は外食しますよ。外食そうサミット、おもちサミット1回目らしいですけどね。おもちサミット放送できるかな。そうツールドラフランス、餅は封印ではなくて、餅あんまりメインネタにしてるとそればっかりになっちゃうんで、で、ここからラフランスは今年は申し込んでないです。ラフランスはですね、前日に走る周辺 のすごくいい峠道のバリエーションが大体なんか網羅しちゃったんで、まあ、知らないだけかもしれないですけど、あ、そう、今回自炊装備ないです。持ちキャラ再開ってわけではないんですけど、画質良くないみたいですよ今日は。あ、そうだ、あの辺りに近く通った名前来た時、砂盛りか、そう、お餅来たての、あ、どうなんだろう、そういえば。でも多分お餅サミットのあれはその場でついてってわけじゃなくて、どう加工する、お餅をどう加工するかっていう品評会だと思うんですよ、おそらく。つきたてのっていうのではなさそうです。まあ、今回この周辺の旅行を絡めて何かしら遊びに行くっていうつもりで来たので、この辺は野球場って野球場かな、あれ、2日だけです。一ノ関から、そうですね、お餅サミットの会場行って食いまくったらその後動けないだろうからな。まあ一ノ関から帰るつもりで、あ、そうだ、ニコノマ餅部のこの間大だるみ峠行った時に間違って放送枠取って、それが一番上に放送するコミュニティ選ぶ時のリストの一番てっぺんにお餅ニコノマ餅部があるんで、それで放送しちゃいましたからね。老人ずんだ餅は確かなかったかな、お餅サミット。走りながら、あ、そう、あと今日もですね、今日ですね、途中の予定ルート通りで行くとしたら、りんりん館っていう道の駅があって、そこでお餅を買いましたね、前来た時は。で、あ、肌さん、おはようございます。今回も相変わらず肌野さんは来るのか来ないのかっていうコメントばっかりでしたよ。今日のお宿は気仙沼市の大鍋屋本館、大鍋屋本館さんです。飲むか、ここでもこっちの方はですね、今アプローチはものすごく悪いですよ。今ピンコアプローチ的には22キロ。今日はあんまり時間ないんですよね。前ラーメン作って食った大谷海岸駅だったっけ、あそこもなんかだいぶ流されたらしいので、あそこも明るいうちに行きたいんだけどな。今日の日没はこっちは16時51分で出てました。あ、ローソンでちょっと買い物していきます。昼飯がなかった時、見つからなかった時用の、前は本当はこっちの方じゃなくて、ちょい左の向こうの田んぼの中とかを、いや、ここを通ったんだったかな。前花火大会で北上川で花火大会見て、でその後、あ、このローソンだ、このローソンで花火大会の売れ残りの焼きそば買って、マギー真嗣電波か今のは、でこのローソン
このローソンで焼きそば100円だったか200円だったかで買って、その後道の駅に行って道の駅泊したんですよね。電波良くないのか。気持ちの明日帰る、そうです。よいしょ。そう、大鍋屋本館さんです。ホームページに出てる情報は古いです。配信まだ止まってますか。そろそろ暑くなってきたな。延長できるかな。あ、本当だ。電波ですね。電波はルイミタイレスト。宿の周りは食堂多いみたいだな。ローソンで買い出してきます。ローション。じゃあちょっと行ってきますね。よいしょ。で、よし。さて、で、かき味？ラムチパック買ってきましたと。ラ
出発。よし。あ、そうだ。かな、写真全然撮ってないな。牛タン味。ガリガリ君ならやってくれる。はハムマヨ味です。ハムマヨネーズで今言ってるかな。音はうん、電波こんな悪かったっけ。牛タン味かな。牛タン味。あ、しまった。コードポケットに入れたままだった。あれ、自転車ビアンキでしたっけ？あ、自転車ビアンキです今。こんにちは。前のマウンテンバイクはフレームがにひび入っちゃったので。ガサガサ？うん、カロリーカランコロンだと鬼太郎の歌で、それは島根では。お、牛。ああ、え、なるほど。日が短いのが難点ですけどね。まだこれずっと放送行ってないですかね。よいしょ。あのノートピッチの蓋を開けるときにバリッとかいって剥がれてしまわないのを気にしなくていいのはいいな。電波ダメですね。あ、ラグ。人はいるんだ。更新したらすでに走っている、うん、今の時期はコンビニでグーおでんと肉まんとカップ麺が甘いな。ちょっと一応 FMLE をつなぎ直して。ここは宮城です。宮城県です。今日は一日宮城県です。来てるよ。来てましたかね。あー、まあまあ行ってるな。今 FMLE つなぎ直しました。指示中がいますね。指示中、なんか今言われたっけ。フレームは分かんなかったんですよ。なんかギチギチ変な音がするなと思って、それでも淡路島残り 1.5 日分ぐらいそれで走って、で横浜に帰ってきて、あの店に持ってったら見事にあのフレームが真っ二つになりかけてました。今日は80キロぐらいです。自転車ヤンキーで10時出発で80キロだから、私としては1時間10キロだという、あの6時になってしまって真っ暗ですね、その頃には。うん、まあでも夕食頼んでるわけじゃないので、前の自転車10年ぐらいかなだと思います。まあ7時ぐらいにつければいいかな。10年でしたっけ。うん、大往生。いやで、なんか指示されたっけ今。まあどこどこに行けっていうのは、私は基本的に、あっちの道は行けるか。あ、ここだ。いや、凸を要求してるわけじゃなくて、あ、ちょっと待ってください。これまだ分岐点じゃないよな。で、いや、今、ちょっと待った。切れてる。この GPS のこのマウントを固定してる、この何点でしたっけこれ。これ商品名何だったかな。ああ、そう、タイラップ。タイラップの指持ってきてたかな。ちょっと待ってください。ああ、確か長い。
長いタイルアップは今回持ってきてなかったかな。そう、あの変な色のパナチタンは、そう、今以前通ったルートです。通ったルートか。早速のアクシデント。早速ですね。複数あれば延長できるよ。この前あ、複数あれば、うん、あ、あ、クラックでした。そこまで乗り込むってのが遠い。夕食はどうする？夕食はどっかで。あー、タイラップ持ってきてないや。ん？何の連絡を。あー、ダメだ。これはどうすればいいかっていうと、タイラップ持ってきてなかった今回は。でもあれどうやって入ったんですかね。経年劣化でチタンになんかどうかなるもんなのかな。逆に、いや、あのガムテープで無理やり止めてしまいます。切れてないっすよ。そう、ビニールテープで。そう、時間ないのに。こうしてこの上からもうテープ貼ってしまえばいいや。あ、そうだ、こういうのはガムテープ。前はですね、あの前はこれタオルをハンドルに巻いて、その上に GPS 乗っけて、でその上からガムテープで、ビニールテープでぐるぐる巻くっていう方法で、あのマウントなしで済ませたこともあります。カメレオンテはですね、1から5まであって、そう、まずは写真。グプスいらないんじゃない。何言うんですか、何言ってんですか。いりますよ。あの迷子的にもいるし、迷子的にも。あ、そうだ、イベントタグ、すいません、そういえばこの間イベントタグのっていうか、タイムシフトの見る、あの Google ドキュメント私この間公開しなかったんですけど、それはこの間大だるみ峠の時はイベントコメが一つもなかったから。一つもなかったのは久しぶりというか初めてだったかな。私もすっかり忘れてて、あ、インシュロックでしたっけ。これでいいだろう。これでどうでしょうか。どうでしょうかじゃないや。ああ、スタンドついてないんですよ。欲しいんですけどね。欲しいけど、リンコの時に邪魔で。どんなズボンは空いてるの？どんなズボン？こんなズボン。ふう。ズボン見せるの難しいですよ、ヘルメットマウントだと。ケツラ。携帯スタンド。ズボン、パンツ。褒め言葉。ちょっと待ってくださいね。これは、あ、そうか、前あっち側に行ってから道の駅に寄ったんだ。常盆の里は寄ろうかな、どうしようかな。ワイルド、ワイルド。ん？ピン、ん？ピンで？多分前来た時はこれ、この小山の向こう側通ったんじゃないかな。いや違うか、ローソンも通ったから、どれ通ったんだろうな、全然覚えてないや。夜だったしな。あ、SPD ペダルです。そう、ビンディングペダルです。もう慣れちゃいましたけどね。ただビンディングで最近引き足疲れてる感じがしない、全然。こっちの道いいですね。前もこの道通ったんだったかな。あの頃はルートラボじゃなくて、Google マップの方に GPS ログを載せてるんで、自分でも検索しづらくてかな。今日昼寝はする時間あんまないです。でも寝たいことは寝たい。今日は12時に横になって1時ぐらいに寝て、4時過ぎに起きたから、今日4時過ぎです。で5時のに乗って、東神奈川駅乗り換えが17分着18分発の乗り換えやって、なんかそういう綱渡りで今日はやってきました。あれって鈍行が1本遅れたとして、新幹線乗れなかったら、私が今回乗ってきた新幹線のチケットって、あの駅ネットのお得切符なので、時刻過ぎるともう払い戻しできないんでしたよね、確か。そうか、イベントタグ絡みでどうこういう話がスラッシュの後ろでやられてるのかな。まあ、あの気が向いたらイベントタグの、あのいい格好っていうのを売ってもらえると
私は助かります。いや、こんなとこ通ったっけ。通ったっけ。あ、電波来てないですか。天気が良くて気持ちいいですね。今日は気持ちいいですね。この海岸沿いに出るとリアス式海岸だからアップダウンがきついな。多分これ通ってるだろうな、前。夜ここずっと走って行って道の駅まで行って、で道の駅の脇の方の軒下にテント張って寝たのが確か初道の駅の宿のはず。プトプト、あ、プト寝る時間、あ、4時、うん、あ、そう、3時間寝て新幹線の中で気を失いながら来たんですけど、なんかしっかり寝られた感じがしなかった。その後はこっちのローカル線はもう短かったですからね。あ、それ、これ視察できたのは普通に乗り換え案内ですると出てこないルートです。東神奈川駅っていうとこで同じホームでの1分乗り換えがあったんで。ポジションですか、乗車姿勢ですか。あ、やり取り、さっきの、あ、中つける中か、中つけ中か、そう、記憶はかなり曖昧です。ポジション的には、そういう前ドロップハンドルの話でもいろいろ言われたな。ドロップハンドルで背中痛くなるのはサドルが低いせいだとか。風景、これ前来た時夜だったんですよ。でも多分ここ通ってると思うな、このルートだったら。あ、おはようございます。春菜ってなんで貼っちゃいけないんだ。貼ってくださいよ。つけた匂いが、あ、アリ的な、アリのフェロモン的な。差し入れ中。差し入れ中は、ん？イベントが？写真、あ、この写真撮ってない、また。チューチューだね。チューチュー。これは明るいうち見てないな、この景色は。ロボさんの好きそうな道ですね。うん、この道いいですね。車が一切入ってこない。っていうか入れなくなってる。で、これ前は花火大会のが終わった後に夜走った道です。多分この道。4時に寝るってなんだっけ。あ、お仕事は、まあ、こう詳しいこと言いませんけど、そんなに忙しいわけではないですね。あ、これまさか自転車も入っちゃいかんとかいうことではないですよね。車止めの抜け方が危険。何？どういうことなんだろう。車止めの抜け方っていう作法ありますかね。スピードを落としてなかったってことかな。私は車止め結構怖いんで、割とスピード落としていってますけどね。そう、仕事の話は。あ、ラグありますね、コメントの。この話は今行けなかったじゃないですか、結婚の話は。そう、本当に今日天気良くて、あ、でも空気が涼しいから走ってると全然暑くないな。チューチューチューも作ってチュー。もうすぐ道の駅かな。一応見ていくか。
今日は出かける。コロスケ、コロスケ。夜に夢中です。夢中。どうしようかな、この先。ここにも津波か。津波はこっちは来てる、来てたのかな。場所によってなんか偉く内陸の方まで入ってたり、あとは全然来てないとこもあるらしいんで、この田んぼとかこの辺りは。あ、2度目の旅ですね。左に、宿のご主人がサイクリストかどうかよく分かってないんですよ。ここから左ですね。なんか工事やってる。この先砂利道だ。この辺り、今年は何も植えてないのかな、バリケード、菜の花。今年は何がすごい、ドロハンで背中痛いのはサドルじゃなくてハンドルが低すぎる。ハンドルが低いでしたっけ。よっと、サドル上げたり下げたりと、ハンドル上げたり下げたりっていうのはどっちかやったら相対的に同じだろうって思うんですけど、よく考えたらサドル上げたらサドルとペダルの間が伸びるんですよね。今回結構大きめのフレームなんで、あのこのクロスバイクが単純にサドル上げたら解決する問題じゃないってことを初めて分かりました。もうちょっとハンドル下げたいな。あ、右へ。車止め。車止め。タイミング的に合ってただけか。もうすぐ。あ、それ私のことか。あれかな、常磐の里。横にローソンが。あれローソンかな。あれがあの 初道の駅ねした時。41歳1年7ヶ月っていうのは42歳7ヶ月ってことか。初道の駅での道の駅は ちょっとだけ寄っていきましょうかね。来年の夏はもうそろそろまた北海道行っていいかな。ん、鍋焼きうどん、今のサスケさんですか。鍋焼きうどんがどうしましたか今の。全部聞き取れなかった。聞き取れなかったというかバッファに入れて解釈することができませんでした。鍋焼きうどんのメニューが今増えたってことかな、お祭りさん。そうで大阪にも来てください。大阪ですか。大阪はなんか全部市街地ってイメージで、そう、上品の里と書いて上品の里。大阪府の中っていうのは、あ、なりました。私はハーフ。人種的にってことだったら多分ハーフじゃない。何とかは。3つ入りましたって今の話ですか。今のリアルタイムのお祭り山荘の話ですか。なぜ私が東北に来て、あれどっちだっけ。山梨県側ですよね、お祭り山荘は。なんで私がお祭り山荘の注文状況をリアルタイムで把握してるんだろうという状況はちょっと面白いですよね。じゃあちょっとだけ道の駅を見て。長距離で首が痛くなるのは頭低すぎて傾き、首か。私首はあんまり痛くなることはないかな。あ、そうだ、確かこれ左側ですね。これ確か温泉あったんだっけ。温泉あったけど夜来たからもう空いてなかったんだ。4545、あとデリとあとなんだっけ、デリと4545とデリと、もういいわ。
どんだけ下ネタ好きなんだよ。一生下ネタ言ってろよ。いや言ってるのか。双子の湯。鳥取か。鳥取は結構何回かもう行ったんで最近まとめて。あ、そうだ、これ渡れないんだ。そうか、山崎と向こうの方に確かローソンがあるんだ。市街地がそうですね、あんまり走るんだったらのんびりしたとこが好きですね。ああ、空いてる状況を見るの初めてだからな、今日この道の駅は。前来た時は夜来て、で朝営業開始前に出てしまったんで、そう、前来た時はここ出たのが朝7時台だったから 3,4 時間遅れてる、前来た時よりも。それ考えると結構怖いな。道の駅カフェ、トムトでしょ。こんなにいっぱいいろいろあるんですね。今日なんかやってる。トムトってここか。うん。あ、そうそう、こっちトイレなんだ。あの夜も明るい。で確かその辺でハイエース改造したおじいさんと話をして、で、そうそう、ここにソーラーパネルがあってテント張ったのはここだ。であそこによくわからない東屋がある。で向こうがローソン。じゃあ電波来てないみたいなんで先行きましょうかね。2年前だから懐かしいってこともないかな、そんなに。まあしばらくぶり来たって感じかな。電波ありそうなのに。確かにそうですよね。もしかしたら FM エリアがまた落ちたかな。上品な人しか利用できない道の駅。上品な。ああ、10時スタートの格好のレストラン。最悪じゃね。FM、そうですね。上品ドライバー。よっ。足湯もあったのか。うわ、すごい色。さて。ちょい待ち、ちょい待ち。電波かな。上り速度130の上り速度に桁です。道の駅を離れますと。コメントは来てるのにな。ちょっと。抜けた、きついな。よいしょ。あ、猫。で、ここから出られないか。ああ。逃げた。結構遠いな。幻の道の駅となってしまった。幻の放送はできなかったですね。昨日だったか。何かと。昨日だったか。鳥が速度ですね。
あれ、なんか引っかかってる。ちゃっちゃと先行かないと。あっちの山の上なんかいろいろあるな。天文台みたいな、あれレーダーかな、があったり、上の方がなんか木刈られて整備されているように見える。っていうか写真撮らなきゃ分かんないな。桃生って書いて物っていいな。もう復活してもいいはずなのに。ですね。今ここは動いた。あ、今ここ動いてるってことは細いだけか、電波が。この辺電信柱流されたのかな、うん、電信柱は新しくはなってるようには見えないな。2年経った電信柱はどんな感じなんだろう。2年経ってない電信柱か。とりあえず先進みます。超えて向こうでまた放送チェックしよう。放送状況そろそろ戻ってきそう。そうなのかな。かなり移動したけどまだダメか。なんで行かないんだろう。削られてる山とかあったっけ。仮設団地がいっぱいあるな。仮設団地ですか。ちょっとどこかで止まって放送状態見ます。ちょっと止まれねー。
全部止まってた。さっきは電波でその後切れたのかな。あ、プライマリーサーバーエラーだ。通常配信に戻って、どうですかね。通常配信です。320にしとこうかな。こんなんで、すいません、映像だいぶ悪くなります。あの道の駅に行ったあたりは電波悪かったみたいなんですけど、その後どっかで FMLE も落ちたみたいです。で、あのプライマリーサーバーエラーで FMLE がまた使えなくなったんで、さすがにハード新しくしてもそれは変わらなかったですね。なのでこのまま、通常配信で行きます。どっかでまた FMLE 復活させられるか試してみるかもしれないですけど、当面これで行きます。道路あーかな、いや北海道の広いところのイメージとはちょっと違うかな。うん、これで画質ひどいですよね。画質下がったね。画像が、うん、今宮城県にいます。今ここ多分出てると思います。画質ひどいは言い過ぎ、あなた方は画質ひどいと言い過ぎです。自分で言っときながらあれですけどね、そんなにひどいか、ひどいんでしょうね。いや、そう、日本の初期はこれでしたね。宮城のどこで聞いてるの、すいません。宮城のどこだろう、どっか。これ今旧北上川かな、北上川かな、どっちか。あいつ、いや、それもあからさまの嘘言わないように。5ミリくらい、うん、石巻で、まだ石巻市内かな。ん、井の川、あ、石巻のなんか語源になったあれかな、井のなんとかって。ん、何が入ってるグローブ、役所が入ってるグローブ、どっかで分岐で決断しなきゃいけない。寒くないの？あ、寒くはないです。全然。朝は寒かったけど。焼きそば。あ、止まらなく。焼きそば。焼きそば？まだずっと道なりかな。卵も美味しいよ。川沿いも行けそうだな。川沿い行こうかな。一回しか。ん？あれ？今、そうだ、今地取りさんは何を言ったっていうことですかね。エアクッションだよ、スニーカーみたいに反応できる。あー、いけない。あ、エアクッション。いや、いけるな。いけるいける。これで行き止まったら大変だけど、まあ大丈夫かな。シアキャリアは銀行袋のどこに入れてるの？銀行袋はフロントフォークに引っ掛けてます。で、引っ掛けるときにフロントフォークがキャリアで削れるので、その接触するところのキャリア側に、なんだっけ、ドロップハンドルに巻くテープ、バーテープかな、バーテープを巻いてます。パンク注意、うん、そう、今今日パンクしたら結構時間もったいないな。うん、あ、画質一人の件ですか。そう、あなた方が、あの、みんなで言うから、みんなで言うから、だってゆっくりの声一緒だし。前はこっちは来なかったかな、多分。だって、いや、特に好きというわけでは。サジコヘリだ。ペンコペンコニャンニャン、今これタグオンになってる。タグ機能オンになってる。芋に買い。パジャマパーティー、芋煮会。
これタグ機能がオンになってるな、多分棒読みの。あの遊ばれないようにタグを、タグが効かないようにしてるので、いつもタグでタグ機能をあれオフになってるな。タグのパラメータをあれなんで、タグ効かなくてもさっきみたいな感じの音は出せるのか。ディレイラー何何、タグで遊んで欲しくないので、キャリアは外さないで、ディレイラー保護に、ディレイラー保護に。でもあの辺りつけると輪行袋のあの輪郭に影響出てしまいませんかね。メディオで見た席、あ、あそこ何階とこですね。ペコペコ、それそれ。窓マギの劇場は見てないです。劇場版は見てないです、テレビも見てないけど、あれはなんか SF だって聞いたんですけどね。クルーズはオンにしてないのでクルーズから来ない。あ、大きい。あれかな、席は。しかし FM エリアが使えなくなる現象はどこをどうすれば治るのかな。環境を作り直した方がいいんですかね。クルーズとチクランからは招かれざる客です。そう、クルーズチクランっていうか、あのニコ生の平均的な雰囲気を持ち込まれると、なんかなんで、ニコ生使っときながらあれだけど。あ、寒くないです。日が捨てて、あのじっとしてると暑いぐらいなんですよ。でも空気は冷たいので、あ、冷たくもないか。今日はかなりあのいいサイクリング日和です。ここにツルハードラックとかいろいろありますね。群馬群馬言われそう。あと今回あのこっちの方走るから放射能 NG にしとこうかと思ったんですけどね。放射能放射能って言われそうな気がしたんで、原発原発って言われそうな気がしたんで。今年は秋休み取りますか。ん、秋休み、いや、去年取ったのはあれは夏休みのが遅かっただけなんですよ。今年はもう年末までは長い休みはないです。福岡は修羅の国だし、最近の秋は紅葉配信しない。福岡も言われあんなに言われ方するようになったんだな。ん、何の配信、紅葉ですかね。本当は大だるみ峠でやりたかったんだけど、電波もなかったし、紅葉もそんなに綺麗鮮やかではなかったな。ダイハツダイハツ、ダイハツ、あ、それわかんない。東京の方が近いくらいだろうよ。11月に3連休あるよ。ロケットランチャー、そう、福岡がなんか手榴弾の国って言われるようになったのはびっくりしましたね。本当にあのマスコミの影響大きすぎ。奥久慈か、国道の三桁国道の299だっけ、399だっけ、なんかあの辺りですよね。久慈っていうの通ったことある。水郡線とかあの辺り通った時に、水戸から北の方に走った時に久慈っていう地名は見たことがある。あ、車止めだ。危ないってのはどういうことなんですかね。ん、 SL が、水郡線を、福岡の893と検索の大陸は見ていて面白い。ロシア人の館、福岡出身ですよね。そう、福岡出身です。手榴弾見たことない。うわ、あ、福岡の、うわ、出られねえ、出られねえ。どこまで潜るか。これが席ですよね。あ、着いた方がいいかな。じゃあ、あ、川を。どうですかね、津波のその。どこ ?20 キロは今日はないぐらいじゃないかな。今日は割とあの、リンゴ袋じゃないや。パニアバッグペシャンコなんで。ありゃあ。もう持ち上げて出るしかないですね。この映像は主力で、よいしょ。
あ、テントとか何も今回は覗く装備系は持ってきてないです。小指で。じゃあちょっと FMLE 試してみましょうかね。多分ダメだけど。ふう。じゃあちょっと FMLE 試してみます。これ保護シート貼ってあるのか。入らない。どうだ。ああダメだ。ダメですね。階段、まあでもかなり使いますねそれ。解像度少し上げとこうかな。こんなもんで、こんなもんで。FM エリアやっぱダメでした。プライマリーサーバイは出ますね。出続ける。今これでデータが来ましたね。うん。これで視力が 0.1 ぐらい分かったんじゃないかな。さっき 320×240 で、今512にしました、横。画質上がって少し画面が狭くなったんじゃないかと思いますけどね。カラフトマス、あれ背中赤いやつですよね。5ミリから2ミリにっていうか、モザイクでも5ミリって言ったら相当でかいモニターじゃないですか。40インチモニターとか。あ、カクカクなりますよね。まあでもこの方がいいかな。その素性。うん。森永事件、なんか似顔絵が、あれ、にあ確か似顔絵ありましたよね、グリコ事件。こっちの方がいいですか。了解です。北上大関下流 200m 地点。うん、多分通常配信の方が多いんじゃないかな。昔はこのくらいじゃあこれでいきましょうかね。横320と横512で、確か512の方が画角は狭くなるはずだったんだけど、なんか320だと、あ、よいそう。320の方が画角狭くなってるのかな、最近は。設定が変わったのかな。尖閣、尖閣。この辺りちょっとあれですね、白い道が白いですね。この採石場のトラックのおかげだと思うんだけど、途中の道がほどごとく植物に砂というか細かい氷が積もってる道。これでいいよな。仙台には今回行かなかったです。本当は仙台スタートで同じルートずっと何日かで通ってきたかったですけど、今回土日だけなんで、一ノ関、明日持ち食いに行く一ノ関っていうところに近くて、で前来たところと同じルート走れるのを探ったのが今日のルートです。ロボさんは友達と遊びに行ったりしない。友達と、あ、トカゲ、私と友達がいないので、遊びに行く友達がいないので、遊びに行かない友達はいるんだけどな。あ、そうだ、あれだ。僕は友達が少ないだ。僕は友達が少ない。名前しか知らないけど。花野さんが来るから問題ない。自転車が友達です。福市行ってくれ。福市は何でしょうかね。リスナー全員、あなた方のことは、あなた方のことはどう思ってるかを言うとなんか支障があるらしいので言わないでおこう。返信は、いや、声かけたら来てくれる人はいそうなんですけど、気仙沼からもうほう、なんだっけ、今日は気仙沼泊まって明日朝
気仙沼の朝をちょっとしばらく配信した後に8時台の列車でドラゴンなんとかで一ノ関まで移動して、で10時スタートでやってる餅の餅サミットに11時ぐらいに到着の予定です。この辺の道あまり良くなかったですね。リスナーはリスナーはあくまで私があの自転車旅行の趣味に感化したい人たちであって、すでに感化された人はもう用はないんですよ。感化済みの方はもう用はないです。リスナーなんて所詮喋る変なパソコンですよ。変なパソコン意外と北海道ですね。こんなんだったかな。あ、でもあの復興のまあなんだろう、作業でトラックの通りがあの以前よりもすごく多くなってるって可能性はありますよね。あ、気温17度そう、感化された人は万が一立ち見が出た場合は立ち見で感化されるのやめるわ。単なる責任反射です。頭に変な人ですよね。でもあの GoPro の新しいのは発表されてまたユーザーが増えそうだから、こんな格好は一般的になりますよ。あの海外だとこれ一般的だと私は思ってますから。ん、平泉ってで、どこだっけ。確か一ノ関平泉っていう括りでしたよね。友達作戦、走りながら、まあ平地ですからね。そう、感化済みの人集まってますよね、結構。本当はなんかその初見さんを集めたりする方向に行くべきなんだろうけどな。うん、おはようございます。うん。ごめん、できない。そう、ファッションとして。新しい GoPro は薄くなって軽くなって、で上位モデルは解像度がめちゃくちゃ上がって、あと Wi-Fi が内蔵になって、ただ Wi-Fi 内蔵になってもスマホ連携ができるだけみたいなんですよね。 Wi-Fi でパソコンに映像を送るっていうことはできないらしい。うんと、頭に、うん、単体で、あ、そうそう、あ、いや、今言った Wi-Fi の話は放送に使えるわけではないです。今調べた範囲では。エロい。エロい。何が。何が。トラック。あ、そういえばエロいと言ったら、GoPro、2チャンネルの GoPro スレは、なんか、ハメ撮りに使うっていう風に何度も書いてる人がいるな。まあ、本当かもしれないけど。でも、暗いとこじゃ使えないと思うな、新しい GoPro だって。おぉ。そうそう、なんかあのスレでっていうか、あのアクションカメラのなんだっけ、 GoPro とソニーのやつと、ハメ撮りってなんかあのくちばしが黄色いやつ、そうなんだ、うん、いや下ネタじゃなくて、あの2チャンネルのスレでそう書いてあるんですよ。それ無理があるだろうって思ってるんですけどね、私は。相手はいかない、やっぱそのくらいだと盛り上がってしまうな。堂々と、ああ、そうそう、あのあんまりそういうのは言わないようにしてますけど、逆になんかその何かを伝えたいときにそれを口にしなきゃいけないときにはあんまりその躊躇しないようにしてます。なんか変に意識する方がエロい感じがするし。そう、2チャンネルが言ってた。で、サンマ、お尻が、すみません、今知ら、あの何も考えずにただくちばし黄色いって言っただけですけど、何か今ネタに繋がったんだな。キョロちゃん、キョロちゃん、おはようちゃんです。キョロちゃんのあの造形よくわかんないです。
黄色いサンマ。で何を言おうとしたんだっけな。あ、そうそう、その GoPro とかお店ですか。あ、なんかそのウォーター商売の話かな。ウォーター商売、ウォータービジネス、ウォータービジネスの店にはあまり行ったことないな。一番最近行ったのはフーターズ。先々週あたり金色のサンマが水揚げされたんだよ。金色の、あ、それなんかニュースになったりとかそういう話なんですかね。ワテア商売、わらわら。そう、ワテア商売。30。左の道？左の道ってどこ？あ、向こう側の道があったのか。そう、テレビほぼ見てないです。対岸に道あったんでしたっけ？今回ルート作るときにあまり気にしてなかったな。昼ごはんはどっかで店に入りたいんですけどね。カメラ高く？カメラの位置は変わってないですって、そういう話かな。あ、市境だ。金の谷に行ったら病気にされました。2週間もひどい。石巻市の中ではあるけど、物尾町に入った。あの桃の生と書いて物尾って読むらしいです。前見た覚えないな。でも覚えてないだけかな。ドライブインか。そういうのあったらいいですね。そういうところで食堂とかがあったらいいな。パスタ今回出ないです。でもお金落とすだって別に大した額でもないし、それで胸張って言うことじゃないですけどね。まあ荷物も減らせたし。ああ、そう、基本とよく晴れてるんですよ。お腹、朝、あの焼きなんだっけ、あの松屋の新しい焼いてるタイプの牛丼を食べてきました。そんな変わんない気がするな。少し照り、味が、タレの味が違うのは分かるけど。桃生、まあ、物尾と読むらしいですね。てか今棒読みが読めなかったのか。物尾町、物尾町。コツコツ何でしたっけ。小学でも、まあ気持ちですね、気持ち。今日はせっかくの休みなのに6時間しか寝てません、うん、6時間しか。私もそうです、ね、最近あの土日に何もしない時とかは物だよ。ん、物は物を。あ、さっき言おうとしてたことも忘れた。写真は今日はまとってないですね。最近意識しないと写真撮らなくなってきた。前は意識しなくても。ん、あ、タイムシフトは残してます。タイムシフトを消すっていうのはよほどの時だけです。まあ、消すというかオフにするのは。出かけた方が、うん、そうですよね。あ、おはようございます。あ、そうそう、で私は例えば金曜の夜、夜ってもう朝になるんですけど、4時5時までダラダラゲームやって、で土曜日は2時3時までダラダラ2度寝3度寝して、で1日1食で外食するだけみたいなことがよくあります。恥ずかしながら。それとこうやって自転車で走ってる日があるっていうのを比べたらすごい差があるよな。どっちかしかないっていう。そう、朝5時までとか。最近またやってるのは iPad で購入したキングダムラッシュかな。やっぱりあれ面白い。タワーディフェンス系なんですけど、ちょっとなんかなんていうのかな、小手先な感じが通用するところが面白い。あ、石の森の方は今日は全然行かなかったです。前回来た時も行かなかったな。何が眩しい。
変な。いや、どっちしたってフレームがあれだと放送した方が、まあしなくても走ればいいんですけどね。あ、そう、009の最近あのニコ動でニコ生かな、あれは、あの光学機動隊の映画とかやってたんで、あとパトレーバー2とかやってたんで、後で見たんですけど、それの中で予告やってましたね。あ、そう、あとテレビで、あのジョジョのアニメをやってたんで、録画して見てるんですけど、今は北上川の星沢って書いてあるな。何が放置？ヒカヒレどうかな。2、私はあのエンターテインメント的にはパト1の方も好きなんですけどね。ジョジョ、あのディオ様がですね、本当に漫画を再現してやる。忠実ですね。で、あのやっぱりあれニコ動のコメント付きで見た方が面白いですね。どのぐらい忠実かっていうのがコメント見てるとよくわかる。あれニコ動かニコ生、ニコ生かな、あれは。ニコ生のあの放映は急に脚光なんでしょうね。ディオは今アニメでやってる時代だと小物感がありますね、かなり。そう、覚えてるというか、あの、そう、擬音が文字で出る。あ、そうだ、そうなんだ。でもあの手の顔の中とか、そう、漫画の方知ってるからこそ面白いっていうのありますよね。私はいつの時だったかな。学級委員は仙台。あ、そうなんですか。それ知らなかった。でもポルナレフって地名はないですよね、日本には。ポルナレフ、そんな経ってるんだ、ジョジョのあれは。ジョジョのあれって最近の知らないんですよ、私は。もう4年半、女性の肌に触れてません。女性の肌に。それはやっぱりあのウォーター商売の店に行けばいいんじゃないかな。外国のアーティストが多いですね。外国の、何の話だっけ。あ、元ネタがってことか。登場人物の。あ、試験さんいらっしゃいませ。うん、本当になんかあれ独自の世界構築してますよね。込まれてしまう。じゃあ、うん。手が。序盤こんなに何もないとこだったっけ。あ、止めしたから、そうか、あのあたりか。窓間際見た？窓際見てないんですよ。とりあえずあの首がちょん切れるっていうのしか知らない。誰の首がちょん切れるかも知らないけど、あの最近、ツイッターのタイムラインとかでその窓間際の映画をあのほのぼのアニメだと思って親子が見に行って大変なことになるっていう風な話を聞いたんで、なぎたお、なぎたお、まみさん、あ、全員そうなんだ。詳しいことは全然知らないですよ。ジョジョよきなら窓まぎ面白いと思う。ん？ジョジョよきなら？テレビ編なら、あ、劇場版がもっときついっていうことか。そう、首がちょん切れていろいろするのかな。魔女のデザインは魔女娘めぐちゃんのパクリっぽい。ロボさんはどれくらい女性に触れてませんか？どれくらい触れてないか。
私に言わなきゃダメか。帰り地。なるほど、リアルなんだ。魔女とスタンドが世界観が似ている。魔女とスタンド、カチカチならないけど。え、それ魔女っていうのがなんかそのテクノロジーなのかな。テクノロジーじゃない、なんて言うんだろう。カチカチは今平地だからなってないだけで、あの上りで少し負荷かけて漕ぐとカチカチになります。で、今なんて、猛烈パイレーツ SF。シグルイってなんだっけ。文字列は聞いたことあるけどな。昨日07にまた4545の話か。同じ人かなそれ。なぜ人が G をしたかどうかそんな気になるんだ。07には市長。てかそれは、おお、何今の、今何があった。あ、スクーターの人が飛び出しそうになってたんだ。びっくりした。何事、最初女性の肌に触れた時はびっくりしました。びっくりした。電流とか走った、電流とか。その時ヤギに電流走るみたいな。どうですか、電流走る。電車に。今はなんかスクーターの人が出てこようとしてたとこみたいですね。ただどのぐらい危険なであの飛び出しをやろうとしたか分かんないんで、今の鳴らしたのが不当かどうか分かんないです。トマトのように。触れてないか教えない。私はあなたが嫌いです。大嫌いだ。私にその女性の肌に何年触れてないかを聞くあなたのことが私は大嫌いです。ん、ご当地の何を。トラック、トラックはあの神経見せない。あの不思議なのは、女性の配信者に対してそういうのは分かるっていうか、そういうのやりそうな人はいそうで大迷惑だと思うんだけど、なぜ指示男にそういうこと聞いてくるんだ。冗談でも。ありがとうございます。いかんな、またキャラクター前出してきてるな。っていうか、あの自転車旅行的なイベントがさっきから全然ないんで。そう、しつこいので。あ、電波と、あと今通常発信だからです。変速、うん、でもそれもどういうシチュエーションだったのか見てないんで何とも言えないですね。トラックが鳴らしてもやむを得ないぐらいのひどいことされ、あのひどい飛び出し方だったのかとか。そう、下ネタ大嫌い。いや、そうじゃないけど。アンドロイド配信はライブシェルと組み合わせができないらしいんですよね、人の情報によると。あのアンドロイド配信はハンドルバーマ、ハンドルマウントに固定しか今のところできなさそうなんで。何が、何の場所がありますかって。あ、ガラリとか、ガラリとって聞こえたから、今まで走ってきた中で全然違って見える場所が今日あるかってことですよね。それが全然わかんないんですよ。今日は今のところなんか、あ、ここは何もなくなってるみたいなのは気づいたのはないです。内陸の方だからですかね。トラック、野球やってますね。クラクション、クラクションで思い出した。あのプリウス の、 あの電気自動車の、うん、多分変化ないんじゃないかな。で、あのプリウスの接近音警告、ん、接近警告音のプロモーションビデオの、あのパロディビデオがいっぱいあって、ニコ動に結構面白いのがあったような気がする。宮城北上、なんて書いてあるんだろう。
あ、そうだ、ここ分岐点だ。F1、 ああそうそうそう、柳津駅のが近くか。柳津駅は確か今終点みたいになっているところでしたっけ。さてどうしよう。東北制覇じゃないです。こっから海に出るか、過去のルートに忠実にます、あの忠実に北上するか。ちょっと待ってください、今悩んでます。もう11時半か。どうせ覚えてないなら、いや多少覚えてますよ。過去のルートの景色変わってる？過去のルート今のところ変わってないんですよね。で多分ここから先も内陸だから変わってないだろうから、よし行ったことない方行ってみるか。行ったことない方行ってみよう。そう遠回りなんですよ。行ったことない方行ってみよう。なんか被害がそっちの方がひどいらしいんですけど、それ見るためっていうのも多少はある。でも行ってみよう。トラック来ないんだったら山の方だったな。何先？でもこっち行ったら時間かかるんですよね。アップダウンがひどいから。細かいアップダウンしかないとこです。伊豆的なところ。というわけで、あの前私がガリガリ教に入信したところの商店にはもう行けなくなってしまった。何商店だったかな？ん？見知らぬ女性。ロボさんの大好物じゃないですか。気仙沼向かってるのね。うん、気仙沼です。今日のゴールは。ですね、一ノ関には列車で行こうと思ってます。気仙沼から一ノ関まで 4,50 キロぐらいで、でイベント、あの餅イベント朝10時からやってます。で、もちろん甲羅兄弟を見たもんだ。明るく、あの仙台じゃない。気仙沼で朝明るくなった後に気仙沼あたりのあの港の方とか見に行こうと思ってるので。あ、よりどうじゃないです。今日は気仙沼泊。そうガリガリの入信は入信した店には、そうだから前来た時ここは本当に暑い、ここじゃないここっていうか前来た時は本当に暑い日でした。でそこでガリガリ君を食ったらもう結構まっしぐらな感じで、ものすごく美味しかったんですよ、ガリガリが。振り返りはあるのね。振り返り放送はするつもりです。最高の暑さが続いてましたね。そう、本当に暑い日でしたね。こんにちは。ガリガリはもう今季節じゃないな。コンポタ卿は社長、白菜しよう。コンポタ卿、前来た時にはソーダ、ガリガリ君のソーダ食ってあまりに美味しかったので、それのすぐ後にコーラも食ったんですよね。そしたらさすがにちょっと食いすぎたかなと思ったけど、コンポタ結局私はあの食わないまま消えてしまいました。おでんか。ん？リッチ。あ、ガリガリ君リッチか。あ、今ヒルカガチョウカの声がした。ロボさん誕生日いつだっけ？誕生日この間過ぎました、こっそりと。今日20日だから6日前ですね。10月だろ。そう、この間、あ、そうだ、大樽峠に行った日だと。大樽峠で、大樽峠の時におめでとうございますっていうコメント 1回だけ気が付いたことがあって、何おめでとうって言われたんだろうなと思ったんですけど、後でよく考えたら誕生日のことを覚えてた人はいたのかもしれない。ツイッター上では小保助さんに指摘されてバレたけど、私はあの妹の誕生日の時にも何もメールすら送らないような人間ですが、そう42歳、いや忘れてたわけじゃなくて、ただおめでとうって言われたのと全然繋がらなかったんですよ、なぜか。今何がおめでたいことあったっけと思って、よく考えたら自分の誕生日だった。来年は盛大にお祝いしましょう。
来年は、いやいや、めでたくないことはない、30過ぎると節目になる、うん、節目に15度、ね、気温15度、おめでとうございます。あ、もしかして役度過ぎたんだっけ、わらわら誕生日、翻訳過ぎたんでしたっけ、これで。え、今年が翻訳？これからか、じゃあ役除けなどしません、信じない、役なんて迷信迷信。結婚願望は今のところないかな、願望はないけど危機感だけがある。いや、危機感も大して持ってないな。どのぐらい、あ、同じ息、あ、役、うん、電車、あ、よし、どうあった、さすが役職のロボさんだ、役職の、役職、役職は会社の地位とかのことかな、役ってうまいのかな、役、頑張ろうと報告って、こんなところにも書いてある、係長、サブ X に、自分は零細に使う、普通は余命、余命、ロボさんは A 型だよね、私は A 型ですね、血液型は。ロボさんは何の仕事してるんだ、私は IT 系ではあるんですけど、なんか会社、ロボさんのお仕事はロボ、あの会社と趣味と私は全く今つないでないんで、あと会社の、会社とのつながりがはっきり分かってしまうと、やることなすこと会社と結びつけられそうじゃないですか。あと会社に対しても、なんか会社からもいろいろしがらみはまあ別にないかな。まあでもあんまり関係ないので趣味とは。あれですよね、あの会社を知りたいとか、あの職業を知りたいっていうのは私個人を知りたいっていうことですよね。大手、大手かどうかは、あ、まあ秘密かな。順調に出世しそうなタイプ、順調に、いや、いやいや、道の駅津山、あれ津山って、津山って岡山のあそこは津山だっけ、大手なのか、私はそう、放送中では個人、私個人はできるだけ前に出さないようにしたいんでっていうのもありますね。だからあのなんていうのかな、できるだけあの構って、あの構って的な挙動はしないようにしてます。ん、何の、殺しの津山、ん、あ、そうそう、津山のあの八坂村の元ネタになった事件があったとこですよね。やっぱり道の駅でかいな、景色、今日こっちのルートは前走ってないルートに入りました。クラフトショップ、もくもくハウス、割とままだな、産直ときめき野菜、小説のそれ 元になった本当の事件があったらしくて、まあ調べたことあります。津山って地名がやばい、津山、僕もろうそく頭に結びつけておしゃれしようかな、ろうそく、確か津山事件の時にその効率よく人を殺す目的でライトを頭の両脇につけて、で、その村の中であちこちの家に入り込んで人を殺して回ったっていう話でしたよね。ビッキカフェ、あ、ビッキってこれカエルのビッキだ、ビッキだ、ロボさんもそろそろやるの、ん、そろそろ津山行ったことあるけどすごい田舎、うん、今でも現地の人はそのことについて語らない、そのことについて、あ、そうそう、語らないってビッキにも書いてありましたね。それ現地の人にとってはまだ生々しい事件らしくて、足だけ地面に出してる子がいたら僕です、うん、足だけ、これは
日本の田舎はどこもひどいよ。都会もだけど、昼ご飯は外国よりも水を入れてから食べようかな。特に買うもないですね。ゆっくりして時間も今日は時間が欲しい。ロボさん、ここ184多すぎるよ。184っていうのは私の放送がですか？あ、それ以前あのコメントでですね、あの体力ついた、コメントの中でのイヤヨ率っていうのをあのコメントログのデータベースから検査したことあるんですよ。そしたらですね、ほぼぴったり 70%、 あの 70% の人がイヤヨっていうんじゃなくて、コメントの数の中でのイヤヨ率が70.0%でした。ムクムクハウスだから書き込みの7割があの匿名です。あ、そう、実際にあった話なんですよ。さっきの津山事件抽出、まあそうですね、好きというかそういうのは得意なんで。小田切城ってライダーの人でしたっけ、仮面ライダーのでしか知らないけど。じゃあ行こうかな。ロボさんと統計取るの好きだね。統計データベース操作。ときめき野菜って何があるんだろう、ときめき野菜、わらわら、ときめき野菜、お前らの米は管理されている、ラグがかなりあるな。ときめき野菜メモリアルや、ときめき野菜、何食うの、ハット油麩入り伊達のハット、ハットって確か小麦粉かそば粉かなんかのやつじゃなかったっけ。ロボさんときめきしようや、ときめきマイ団子、ときめきめとき、キス、こちらはカップラーメンにしましたよ。マイ団子かな。昼飯、夜はナスでときめいちゃう、うん、ときどき野菜、独身生活、独身生活、何の話をしてるかわからないな。もうアンチ、ワクワクハウス、アンチ、ね、何がハット、あのハッタイコとかのハットですかね。伝説の木の下に来いや、ある時恋の呪文を知ってるロボさん、わら、恋の呪文、良い感じの場所、さすがのサルトビ知ってるの、知ってます、リアルタイムだったし、あんまり見てなかったけど。松山より湯の号、ロボさんは数字中、アイスクオー、数字中、ときめきとキス、お土産、団子、前団子、海沿い出たらアップダウンがひどいからもう早く進まなきゃ。ときめきロボロボ、あ、こっちもなんかやってますね、たい焼きとか。あ、ビキクラはこっちなんだ。とりあえず海沿い出よう。この胸のときめき、この胸の URL 省略、イカ略、あ、食堂あるな。ときめきやぞ、ときめき、このとりあえず海沿いまで行こう。昼飯、海に出てから食べようかと。落とすとしたら海の、海沿いの方のがなんとなく、ん、たい焼き。今日はなんかあまりツーリングって感じじゃないな。本当に移動するだけだから、気仙沼まで。しかもなんかやたら時間気にしてて、本当はもっとのんびり行きたいですね。気仙沼まで55キロか。アップダウンがあるから、あー結構厳しいな。幼女に犯罪者が。そう、時間が、うん、夜明けじゃないんですけど、日が出てきたあたりで気仙沼周りのあの様子を見て回ろうと思います。で、その後気仙沼駅から8時台の列車に乗って一ノ関まで行く予定です。ですです。歩道がないが大丈夫か、ちゃんとたまたま、こっち歩道ないですね。たまたまは、なぜあなたはそれが気になる。まずは自分のたまたまの人がいてからだろう、それは。ですし、ですしのあの元ネタも知らない。マップではこの道工事中、たまたま工事中、あっちのあれ線路じゃないですよね。コミュニティに参加しました。
いや、千沼線って書いてあるけど、これは何？いや、千沼線内、猫は1年内に触れてますね。一番最近猫触れたのいつだったかな。でも私は仙石線、なんか千沼線っていう文字列が地図に出てるんですけどね。うん、おしゃれなのですか。私今乗ってるのは前乗ってたよりのよりもおしゃれだと思ってますけどね。航空写真がなんか向こうの線路跡っぽい感じに見えたんですけど、そうでもないかな。ただの土手かな。海までは気仙沼ラインっていうのが、今のやつはサスロックできるの？あ、サスはないんですよ。あ、サス運行スルースキル。あ、そうそう、私はスルーはどうすべきか結構時と場合によって迷ってて、ある程度馬鹿正直に対応した方が飽きられることが多いっていうのも分かったんで、でも本当になんかこのゲスがって思うようなコメントもよくあるので、その時は割と そのまま行っちゃいますね。スルーしないのがロボさんのいいとこでしょ。スルー、どうして止まったの？止まった？あ、今なんか今止まってる。テープ悪いのか。一応お願いします。アスペクト比を16対9にしてください。16対9ですか。GoPro にしたら16対9でできるかな。 GoPro でスルー聞こえなかったりすることはあるけど、本当にただスルーするのはいくつかパターンはありますね。他の配信者さんのことをどうこういう話、どうこういうコメントとか、なんか配信者同士の対立を楽しんでいる人たちのコメントは私はスルーしますね。結構お、米どころだから、米どころだからか。悪意を、そう、全部対応したいんですけど、あ、そうだ、最近枠説明に追加しようと思ったんですよ。気が長い。あれあれあれ。コメントに対応はできるだけしますけど、運転に支障が出そうな場合とか、あと私が喋ることができないような状態になるようだったら、自分が喋る方を優先するので、ご了承くださいっていうのを、そういえば追加しようと思ってましたよ。面倒くさくてやってないけど。あ、気仙沼線、あ、気仙沼線だったのか。毛が見えてなかっただけか、さっき仙沼線って見えたのは。あ、さくらさんいらっしゃいませ。今何時だ、今夕方ぐらいですね。カナダの人いらっしゃいませ。あ、これか、線路で、これ今動いてないんですね。あれ、夜9時、あ、フレームレート配管か。現在地はグーチョキパーパーマ屋さん、グーチョキパーのところ。仙台から80キロって書いてありますね。あ、駅が今動いてないらしいですけど、ちょっと駅見てみましょうかね。今どういう風になってるのか。この辺は多分線路にダメージはなかったとは思いますけど、
海沿いの方がダメージがでかかったんですよね、すごく。陸前横山駅か。あ、5キロ結構あるな。人は。あれか。あ、これだとちょっとよくどっちにしたってあまり変わらんか。営業しててもしてなくても。肺がんは日本の場合あまり神経質にならなくても大丈夫。ん、大丈夫。のどかな町やな。筋肉は鍛えないと。入り口が塞いであるんですね。駅前車社会の下は人は歩かないからいないんだよ。横山仮設住宅っていうのが。そもそも今の車は有害物質対して出とらん。いい。陸前横山駅イベントありがとうございます。なるほど。説明は気仙沼線柳津駅気仙沼駅間運転を見合わせております。このため何て書いてある。陸前横山駅なんとかかんとか赤くて読めない。ご理解とご協力をよろしくお願いします。か仮設住宅か。仮設住宅は被災者をプギャーするんですか。被災者をプギャーする。できるだけ意識しないように行きたいですね、そういうのは。被災者のをなんかやたらなんて言うんだろうな、同情するとか哀れむとかそういう方向にも行きたくないし、バカにするのは表のほかですけどね。自転車乗りはそういうの面白がる人は。駅ノートに、それはですね、気仙沼からちょっと北に行ったとこなんで、今日は行かないとこなんですよ。普通に接するのが一番いいかなと思います、私は。ベストかどうか知らないけど、私はそう思う。1年半、そうですね。お知らせ、お知らせ今見えなかったですかね。ちょっとじゃあ、それはいずれウェブアルバムで。で、今なんて聞かれたんだろう。子供ってのはあれか、自転車でその、生殖機能に影響出るとかいう話かな。生殖機能に。自動車依存が一番健康に悪い。自動車依存。ミクロコスモスだろ。ここは陸前横山駅っていう気仙沼線の駅の近くです。だから陸前横山駅でググればすぐに場所が出るはず。生殖機っていうか、今ここ行ってますよね。生殖機見せねえ。ちょっと面白かったけど、今の言い方。面白かったけど見せない。出発地は今日は、石巻です。石巻駅。失われてもそれはサドル圧迫。大丈夫先輩、こんにちは。大丈夫先輩。一泊です。一泊。下ネタも何すぎた。みんなのためにありがとう。一番最初、私は横浜に住んでます。朝横浜から列車に乗ってきました。記念館もはるかに取り過ぎてる。漫画の国石の森って、石の巻って書いてありました。本当に頭の中で石の森と石の巻が混じってきてる。魚食いたいですね。海沿いに行ったらそういう店はあるかな。まだ復興できてないところも多いかもしれないけど。お昼ご飯ちょっとまだ行ってみないと。そう、朝始発で出てきました。定食屋行きたいですね。気仙沼ちゃんが確かおばちゃんなんでしたっけ。そう、ギャグはそれが司法のギャグである人もいるわけだから、世の中には。読み上げ共有 NG、 そんなのあるんですか。それは人を NG することができるということかな。ユーザーとしてキックするみたいな。なんか前聞いたな、これ確か前これ聞かなかったっけ、この辺で。
同じ曲だったかな、なんか前この辺だったかな、ドラクエ1ポールモーリアって言うんでしたっけ。お昼ご飯まだです、どっかで。確かに物悲しい曲ではありますね。本当はあれですよ、あのドプラ効果ですよ、ドプラ相当ですよ。そう、だいたい12時って、あれは正確に合わせられないからですよね。あ、それ私は今あのクロスバッグに乗ってます。うん、待って、あれ、あ、ポールモーリア、へえ、あれってなんかクラシック的なもんではないんですかね。訪問巡回、あ、なんだっけ、クリーニングでこの間青森の時だったかな、しかも淡路島の時だ。そう、下品なやつは不要って言って、あのポチッとボタンを押すんでしたっけ。そしたらそう、あ、ドライブインいいですね。まだやってたら入ってみようかな。風が吹いてるとドプラ効果になるんだっけ。媒体が動くからそうなのかな。何の鐘が。あ、おはようございます。自転車パナから帰ったのか、なりますね。そう、ビアンキに。ロボ相当お疲れのようですね。今落ちた、あなた今落ちた。ちょい上り。あ、まあいいや。あ、この辺り電波はないかな。OK。私は今42になってます。すでに42歳。うわ、なんかいっぱい来た。島根県浜田、いや、上り坂です。今波に乗る。あ、声若いはたまに言われますね、放送だと。そう、41歳の春を超えてしまった。あ、あとドライブインやってるかな。ここは宮城県の、なんて言ったっけ、まだ石巻市内かな。 ありがとうございます。昼飯はこの辺で、ドライブイン横山っていうのがあるので、あ、やってますね、これは。さて、放送どうしようかな。アンケはもう長らくアンケやってないな。最後にやったアンケはあの、何高原だっけ。これはコミュニティはもう3年やってますからね。やっぱ食事はゆっくり食べたいな。あ、かわいい。放送が止まる。冷麺。そう、放送が止まる。お食事どころ来た。はは。じゃあ。かわいいな。あ、今日はあの石巻から出てきたとこです。自転車乗って。ワンワンを。うわ、かわいい。中断でイワン。ワンコ。わら。ワンワン。安心のワンワンを。かわ。わらわら。かわいいな。かわいい。わらわら。キュッキュ言ってますね。キュッキュ。食事中は放置でもいいよ。食事中、いや、放置じゃなくて一旦放送を切ってしまうと思います。
ゆっくり食って、動画の方も後で写真をスライドショーするだけで。まあ今の状態だったら。ふかふかしてますね。犬種はなんか確かに雑種じゃないかな。じゃあ、うん、この後1時間後ぐらいにまた放送すると思います。今12時だから13時スタートでまたやりますかね。じゃあまた。食用箱、食用箱、あ、本当だ、確かに食用箱だ、これ、うん、じゃあまた後ほど、ありがとうございました。あ、あれかわいい、うん、予約枠できます。じゃあ GoPro の方も止めます。ありがとうございます。ありがとうございました。あれ、録画できてるような、大丈夫だよな。よし。